アルゼンチン最大の闇と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。広大な自然が魅力のアルゼンチンですが、現在においても日本では考えられないような闇が存在します。裏組織に白昼堂々と娘を誘拐され、娘を助け出すためにたった一人で闇組織に立ち向かった母親。後にこの一連の事件は世界的に影響を与えることになります。はい、どうもこんにちは。ということで今回はアルゼンチンの闇ということで、2002年にアルゼンチンで起こった誘拐事件、そしてその後の流れを紹介したいと思います。少し前にインドのバイバイの動画を上げているのですが、今回もそれに関連した内容となっています。これが現在も起こっていることということを念頭に置いて、動画を見ていただければなと思います。それでは事件の詳細です。2002年4月3日、アルゼンチンにおいて当時23歳だったマリータ・ベロンという女性が病院に行くために母親の家を出た直後に失踪。幸いにも複数の目撃者が存在しており、目撃者によると赤い車から降りた複数の犯人によって白昼堂々と彼女は誘拐されました。母親のスザンナはすぐに警察に通報しましたが、警察の対応はひどくずさんで、まともに取り扱ってくれず、スザンナに対し彼女を車で探すためのガソリンがないとまで言ってきました。ご存知の方も多いとは思いますが、中南米の警察は汚職がひどいことで有名で、スザンナは自分自身でこの事件を解決させるべく独自の調査を行っていきます。アルゼンチンでは売買目的の誘拐が多いということもあり、スザンナはマリータが拘束されていた可能性のある3つの宿を見つけ、再び警察に通報します。ある程度の証拠が出てきたことによって警察も動き出し、それらの場所で摘発を行い、数十人の行方不明だった女性が救出されました。助け出された女性の中にはマリータがその場所にいたことを証言した方もいましたが、警察の襲撃の直前にマリータは連れ出されていました。母親のスザンナはどうにかしてマリータの情報を得るために女性を買うことに興味を持っているふりをして裏の組織に接触。こうした一連の動きによって多くの被害女性が救出されていきました。しかし肝心のマリータに関してはなかなか足取りをつかむことができません。スザンナの独自の調査によってキャンディーというお店の店主からマリータはスペインに連れ出されたという情報を手にすることができました。この情報の信用性は定かではありませんが、この店主は複数の凶悪な犯罪の容疑で後に逮捕されており、このことからマリータが実際にスペインに連れて行かれた可能性も高くなりました。ようやくマリータの情報を手にすることができたのですが、海外に連れて行かれたとなると捜査が難しく、2021年現在においてもマリータの行方は分かっていません。2012年に一連の流れによって不法にを強要していた13人の男女がマリータの誘拐に関わった容疑で裁判にかけられました。裁判は3ヶ月に及び、スザンナたちによって救出された女性たちの証言が出されましたが、マリータとこの13人を結びつける証拠はないとされ、13人全員に無罪が言い渡されました。救出された女性たちの多くの証言があるにもかかわらず、こうした判決が出されました。この事件に限った話ではないのですが、世界中で多くの不可解な判決というのがありますよね。当然ながらこの判決には多くの非難が集まりました。数多くの証言があるにもかかわらずこの判決が出されたことから、アルゼンチンでは大きな抗議活動が起こり、ネット上では匿名の人々によってこの判決を出した裁判官の個人情報が特定され公開されました。アルゼンチンの各地でこの判決への抗議活動が行われ、裁判官の汚職がかなりの勢いで非難されることになります。騒動が大きくなりすぎたことからか、スザンナは大統領と面会する機会を得ることができ、その後判決を下した3人の裁判官たちへの弾劾訴訟がされました。無罪判決が出されてから約1年後、スザンナたちの活動によって判決は一変し、13人のうち10人に対してマリータの誘拐やこれに関わったとして有罪判決が出されました。たった一人でマフィアなど裏の組織に立ち向かったスザンナは、その活動が称賛され、2013年にノーベル平和賞にノミネートされました。また彼女の努力によってアルゼンチンにおいて売買を禁止する法律や、新聞や雑誌でのサービスの宣伝を禁止する法律が制定されました。たった一人で巨大な組織に立ち向かって多くの女性を救出し、さらに国の法律も変えていったということで、スザーナは母親として本当に素晴らしい女性だと思います。残念ながら現在でもマリータの行方は分かっていないのですが、彼女がきっかけとなって多くの女性が救われました。彼女が無事に家族の元に帰ってくることを願うばかりです。